人事アーセナル移籍の噂に関して3人の意見が聞きたいです。はい。いいじゃん、2人。じゃあ、ちょっと。シティとアーセナルだから。そうですね。まあ、先に言わせていただくと、なんか、ロマーノ氏のツイートによると、もう、ククレジャーがちょっと来るんじゃないかと。まあ、玉突きでまあ、移動するんだったら、これ以上サイドバック多分抱えられないでしょうし、誰か抜けるんだったらジンチェンコ。っていうふうになるんですけど、いやーねーって、大丈夫かなって。でも、ジンチェンコは、まあ、ブーナ目線からすると、ありがたいっすよ。ありがたいよね。めちゃくちゃありがたい。いや、もう最高っすよ。だって、中盤での出番、うん、そもそもパーティー、ティアに、もう抜け勝ち。ね、うん、で、ピンズド。ピンズド。最後。いや、マジで。タバレスタバレスがいるな。でも、計算してなかったよ、ね。違うんすよ。めでたいんすよ。俺、うん、だからタバレスにプレッシャー与えずに、のびのびと、うん、成長してほしいという。本当に。ジンチェンコ来たプレッシャーみたいなの。甘やかしていきたいと。タバレスは。ね。Thank you.